偉大なるモスマン、私の話をお聞きください。嵐から我が身をお守りください。そして、あんたよそ者ね。私らの正体がバレないように気をつけてよ。新米信者よ、地上の様子はどうかね。変かな。あんたも儀式に参加するの？なんでこんなに待たせるんだろう。彼の目は闇夜の焚き火のごとく燃え上がり、どんな敵も絶対に逃さない。俺の名前はブレア。実はまだ来て日が浅いんだ。あんたの名前は？俺の信仰心を疑うなんてどういうことだ？待て、もしや俺たちの仲間か？ああ、神よ、じゃなくてモスマン様に感謝を。おそらくあんたと同じだ。信者じゃない奴らはみんな同じ理由でここにいるんだろう。契約を保護にしたヒューゴに仕返しするためだ。そうでなくてもただのゲス野郎だしな。あいつは俺たちを騙した。俺たちの生活を破綻させるような約束をして全員を危険にさらした。あいつが報いを受けるべき時が来た。奴に何をされたか知らないが、あんたもそう思うだろう。奴らに聞かれるだろう。俺たちの正体が見破られるような真似はやめてくれよな。もうすぐ復讐を果たせるんだ。好きにするんだな。こんな暗いトンネルで他に何かできるわけでもないしな。本当に感動する。彼女に従おう。きっと何か大きな考えがある。ここにいる誰もが想像する以上に偉大な何かが。この儀式で彼女が求めることをしっかり果たせ。偉大なる生贄を捧げる準備は万端だ。暗闇にただ座って光に飲み込まれるのを待つのみだ。ああ、俺もだよ。その良き祈りを。モフのモス、聖なる聖なるモスマン万歳。あなたは戻られた。いや、現れた。彼は知らない。いや、彼は知ってる。また間違えた。モスマン、ようこそ子供たち。神の愛を存分に浴びたまえ。死んじゃっぺかな。主を称えよう。主を称えよう。彼が羽ばたくところに我あり。
るべき時が来たら、価値なき者は彼の若き光を浴びることとなるだろう。価値なき者は彼の若き光を浴びることとなるだろう。我々は彼の羊、彼の馬により導かれ、いや、我々は彼の羊、彼の馬により導かれ、いや、ちょっと違うか。偉大なるモスマン、哀れみの心であなたの領地に目を向け、いろんなことから守りたまえ。我々の敵は逃れられない、じゃなくて彼の敵は逃れられない。敵には我々、違った、彼の裁きが下る。偉大なるモスマン、あんた私のカルトっぽさが全然足りないよ。嵐から我が身を、頭をしっかり下げて気づかれないようにしないと。合言葉を。もしいたら合言葉を知ってるはずだろう。どんな敵も絶対に逃さない。合言葉を知らないならさっさと立ち去るんだな。彼は光の中の聖なる。次来た時は私の時間を無駄にしないでくれよ。まあとにかく素敵なお方。見つけた。地上の方はどう？普通のふりをしてついてきな。ああ確かに聖なるモスマン万歳。主がもとい、神が呼んでいる。ねえ、あなた神顔？変ね、信者とは全員会ったと思ってたんだけどな。まあいいわ、私はスカーレット、あなたは？聖なるモスマン、神聖な存在よ。それに主はもう長いこと私を導いてくださっている。でもアレックスは本物の預言者よ。みんな大きな儀式に参加するのをとても楽しみにしてるの。あと少しで私たちは光に飲み込まれることになるわ。なんてバカな質問なの。彼女は私たちのリーダーよ、この間抜け。彼女が羨ましいわ。だって彼女は偉大なるモスマンに選ばれたんだもの。ああ、私も選ばれたかったな。ダメよスカーレット、嫉妬なんて醜いわ。信者は嫉妬するべからずよ。モスマンは私たち信者を平等に受け入れてくださる、そして光で飲み込んでくださるのよ。モスマンなら、なんでそこら中に卵があるんだろう。モスマンなら…あいつまた偉そうなことを言ってるの。教えてあげたいところだけど、以前私が他の人に話して以来何も教えてくれないの。あいつを見てるとイライラする。あいつが素人じみた話を触れ回るのはよくて、なぜ私が合言葉を教えるのはダメなの。モスマンの御言葉はやがて私たちを飲み込むであろう光と同じくらい明確よ。あいつの意味不明な合言葉と違ってね。あなたのことが気に入ったわ。合言葉の件、力になれなくてごめんなさい。でもアレックスの部屋を調べたら何か見つかるかもしれないわ。そうして。我々は彼の羊、彼の馬により導かれ、いやちょっと違うか。偉大なるモスマン、哀れみの心であなたの領地に目を向け、いろいろなことから守りたまえ。偉大なるモスマン、
哀れみの心であなたの領地に目を向け、いろいろなことから守りたまえ。我々の敵は逃れられない。あ、じゃなくて、彼の敵は逃れられない。敵には我々、違った。彼の裁きが下る。偉大なるモスマン、私の話をお聞きください。嵐から我が身をお守りください。そして近づきすぎずに、変装だとバレるかもしれない。彼の目は闇夜の焚き火のごとく燃え上がり、どんな敵も絶対に逃さない。合言葉を。どうっていい。彼は光の中の聖なる羊飼い。いや、闇の中だっけ。我々を呼んでいる。主が、もとい、神が呼んでいる。卵があってオムレツはゼロ。主を讃えよう。ようこそカルト教信者の友よ。今日の任務の調子は？あ、どんな任務だったっけ？全能の聖なるモスマンよ、我々を見守りいたまえ。モスマンなら、なんでそこら中に卵があるんだ。主を讃えよう。彼が羽ばたくところに我あり。来るべき時が来たら、価値なき者は彼の分かつ光を浴びることとなるだろう。
再び我々は彼の粉まみれの抱擁をもたらす羽ばたきへと戻り、我々は彼の羊、ちょっと仰々しいかな、彼の馬に導かれ、ちょっと違う。おかえり。あ、もしかして新人か。まあどっちでもいいや。ああ、こんにちは。モスマンがああしてこうして、なんだっけ。こんにちは。モスマンがああしてこうして、なんだっけ、偉大なるモスマン。あんた、よそ者か。の心で俺らの正体が見えないように気をつけろよ。いろいろなことから守りたまえ。我々の敵は逃れられない。じゃなくて、彼の敵は逃れられない。敵には我々、違った、彼の裁きが下る。彼の敵は逃れられない。敵には我々、彼の裁きが下る。あんた、見慣れない顔だね。地上の様子はどうかね。変かな。彼の目は闇夜の滝。あの豚目、遠からずオードリーを奪われた私と同じ痛みを味わうだろう。闇夜の焚き火のごとく燃え上がり、どんな敵も絶対に逃さない。こんな時に質問するなんてね。まあちょっとなら時間はある。殺す相手のことを少しは知っておきたいしね。神が呼んでいる。オードリーだけが私を理解してくれた。世界が変わる前に本屋で彼女と出会った。すごいオタクでね。はあ、彼女に会いたい。あの子の父親は私が嫌いでね、悪影響を与えてると思ったんだろう。私もあいつを資本主義の豚って思ってた。あいつは家業が全てだった。家業の発展の邪魔になるものは全て排除する勢いだった。で、私が邪魔だったらしい。あんたも儀式に参加するの？なんでこんなに待たせるんだろう。モフモフのモス、これ以上喋るな。モスマン万歳。モフモフのモス、聖なるモスマン万歳。それらしいことを言えば信じる人たちもいる。全能の聖なるモスマンが教えてくれたとあれこれ言えば、あっという間に預言者ってわけだ。他の人たち、みんな共通の目的がある。みんな私に忠実なガの皮をかぶった狼。目指すはただ一つ、ヒューゴへの復讐。あいつがこの人たちに何をしたか知ってる。散々利用して住まいを奪い見殺しにした。彼が羽ばたくところに我あり、あの男やあの家族についてあんたは何も知らなさすぎる。だから私が教えてあげるよ。ヒューゴが現れた時、この公園には小さな町があった。あいつが大事なボルトを建設しようとした場所に、町の人たちが買収を拒否すると、あいつは爆弾からの避難所を提供すると言った。みんなはそれを受け入れた。ヒューゴの人間性を知っていれば驚かないだろうけど、あいつはその約束を反故にした。見殺しにしたんだよ。脅して追い払い土地を手に入れた。あいつは寄生虫だ。罪のない人々から死ぬまで養分を吸い取る。ビジョンを邪魔する者は叩き潰す。偉大なるモスマン、哀れみの心であなたの領地に目を向け、いろんなことから。シュトルツの近くにしばらくいれば分かることだ。ヒューゴは弱者を食い物にする、そういうやつなんだよ。昔からね。これでどんなやつに手を貸してるか少しは分かってくれた。おいそれと捕虜を渡すわけにはいかない。彼の敵は逃れられない。敵には我々。ヒューゴはシェナンドーへ越した後も私がオードリーと連絡を取ってると感づいた。で、
私を殺そうと刺客を送り込んだんだ。襲われてる時に爆弾が落ちてね。あれがなければ逃げられなかった。私は一人森の中、かろうじて生き延び回復しつつあった。ちょうどこいつらが私を見つけて、気づいたらリーダーだ。ラッキーだった。ヒューゴへの復讐を実現するための大きな助けになってくれてるよ。復讐したいのは私だけじゃない。ここにはヒューゴを苦しめたい人が大勢いるんだ。だからあんたに邪魔されるわけにはいかない。我々を呼んでいる主が、もとい神が呼んでいる。簡単だ。あんたほどの人がわからないなんて驚いたね。オードリーが手に入らないならヒューゴにキャシリーは渡せない。彼女をさらうのは簡単だった。グールの仲間にモスマンのお告げだって言うだけだ。モスマンが特別な生贄を要求してるってね。綺麗なボルト63ジャンプスーツに着替えさせて夜の間に忍び込ませた。地下の扉が開きっぱなしになってて助かったよ。今彼らは特別な儀式のことで頭がいっぱいで、私の次の動きを気にしてる。まあ私はまだどうするか決めてないけどね。全能の聖なるモスマンよ、我々を。同感だ。そんなことするとでも？モスマンなら、なんでそこら中に卵があるんだろう。主を称えよ。オードリーも、まさか私が生きてるとは思ってない。私たちの愛は二度と叶わない。あまりにいろんなことが起こって、変わってしまった。私自身を含めて。待って、これって、まさか。そんな、まさか。この本は、昔オードリーにあげたものだ。あんた意外とやるじゃないか。これが本物だったらだけどね。やっぱり罠だったんだね。どうせヒューゴの仕業なんでしょう。今さら関係ないけどね。あいつの望んだ通りになったし、オードリーに会ったら伝えてくれる。あなたのことをずっと愛してるって。卵を守ればいいんだよね。カエナル卵を守れ。我々は彼の羊、彼の…
踏みにじるとは。偉大なるモスマン、哀れみの心であなたの領地に目を向け、から守りたまえ。